もともとファスナーも靴紐を結ぶのがめんどくさいからファスナーを発明したっていう人がいて、その人がホイット・コム・ジャドソンという人で、まあ、その人にリスペクトも込めてブランド名はエド・ロバート・ジャドソンのジャドソンはそのホイット・コム・ジャドソンから来てます。これはあのヨーロッパのマジックグッズ屋さんで買ってきた手品の財布なんですけど、例えば札あるじゃないですか。札言えますよね。でこれを閉じます。こう開くわけですよ。で開くと、で仕組みはもう本当に簡単で、ただただ両開きだっていう、それだけのものなんですけど、まあ、それをアイデアソースして買ったのがこのタイプですね。ファスナーが一周ついてて、でスライダーが2個ついてますね。でシルバーとゴールドで色分けがされていて、で留め具がこの角にあるんですけれども、 L 字状にこう開きます。片方を開くと札とか小銭とかカードが入るような仕様になっていて、逆のゴールドのスライダーを開けると今度はこういうパスポートが入るようなポケットになっていて、それぞれ別のポケットになってます。でチェーンがこういう風についているんですけども、これはボタン式で全部取り外しもできるので、鍵を使わないという方はもう外してしまって使ってもいいですし、鍵をそのままつけてキーケースとしても使えるようにしよう。何個か今ブランドの展開でカテゴリーが分かれていて、もともと定番的にやっているこのバネとかあの金具がついている定番ライン革は、はい、オリジナルのレシピで作ってもらっている革です。で植物タンニンなめしの革を使って革の味を楽しむような作り方をしてます。で新しく加わったシリーズでこの防水のレザー、この辺はもう少しあの革の味というよりも木のギア的な要素を入れたシリーズの革で、こっちのワインハイマーのシリーズ、こっちは傷もつきづらくエンボスの型押しがしてあるので、常にこう美しい状態を保つっていうのに長けた革っていうようなこうカテゴリーがそれぞれ分かれている。